はい、こんにちは、レトスの大野です。はじめになんですけども、昨日6月からの勉強法ということで、一つ目の動画をお送りさせていただきました。で、本日は二つ目の動画、この動画の一番最後にお送りさせていただきますので、ぜひ最後までご確認いただければと思います。では本日の3問に入る前に、今日もですね、アドバイスをさせていただきます。才能の差は若干あると思います。でも、若干です。あなたは、AI と勝負するわけではないんですね。同じ人間と勝負するんですよ。で、才能なんて、大して差ってないんですね。努力すればその才能の差もひっくり返せるぐらいなんですよ。ただ単に努力をするだけでは合格するまでに相当時間がかかります。合格するためには努力プラス勉強法、この2つが必要なんですね。単に、テキストや過去問を解くだけじゃなくて、きちんと理解すること。これが重要なんですね。ただ、理解すべき内容っていうのは、予備校とか、他の通信講座とか、そういったところのテキストや過去問の解説とかには載ってないんですね。なので、あなた自身でいろいろ調べる必要があるんですよ。例えば、権利関係だったら、弁護士さんのサイトとか、法律事務所のサイト、法令上の制限だと、国土交通省のサイトとか、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁とか税理士さんのサイト、そういったもので調べるというふうになってくるんですけども、そうするとですね、試験まで残り5ヶ月の今、なかなか毎日5時間以上の勉強って難しいと思うんですよね。もう仕事されている方だと、この5時間ってまず取れないんですよね。まあ取れて2時間ぐらいだと思います。でもご安心ください。1日2時間の勉強で今から一発合格することも十分可能です。弊社の短期集中実話カップ講座、短期講座では毎年試験の4ヶ月前から知識ゼロの方を合格に導いています。過去には試験3ヶ月前から中卒の方で分数計算、消費税の計算ができない方も一発合格していただきました。まだ今からでも間に合います。今から効率的な勉強をして今年の合格を目指しましょう。で、短期講座なんですけれども、値上げまであと4日になっております。早くから受講すれば、その分、長い間、効率的な勉強ができますので、ぜひお早めにお申し込みいただければと思います。それでは本日の3問に入ります。連帯保証人が債務を承認すると、したる債務者の債務の時効は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。したる債務者の債務の時効は更新しません。連帯保証人が承認をしたとしても、債務の承認をしたとしても、したる債務者に影響は与えません。これは相対効と呼ばれるもんですね。つまりしたる債務者の時効は更新しません。なので誤りだということです。で、この問題は本試験でも優しい問題に入るんですね。優しい部類に入ってきます。ただ、理解していない人が、ほとんどなんですね。なので、この点はちゃんと理解しておきましょう。理解しておかないと、本試験になったら、だいたい頭真っ白になって、似たようなポイントと、混乱してくるんですよ。昨日の問題は、絶対項だったんですね。で、今日の問題は相対項なんですよ。このように、もうごちゃごちゃになってきちゃいますので、ちゃんと理解をしておくと。そうすれば、ボンミスもしないですし、また応用問題とかでも解けるようになってくるんですね。なので、ボンミスしないためにも、また応用問題が解けるようになるためにも、理解をしておきましょう。で、どのように理解するかについては短期講座で解説させていただきます。今のうちから応用力をつけておけば、今年の合格の確率もぐんと上がります。後で焦らないようにするために、今のうちから試験対策をしておきましょう。で、短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者 C 社の非常勤役員が、刑法第208条の3、狂気準備集合及び結集の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C 社の免許は取り消されることはない、丸か×かという問題です。答えは、×ですね。免許取り消されます。まず、非常勤役員っていうのも役員なんですね。で、この役員が狂気準備集合及び結集の罪で罰金刑となれば、C 社は結核になるんですね。役員だけじゃなくて C 社も結核になっちゃうので C 社は免許取り消しになるということです。で、今回細かい解説まではしてないんですけども、短期講座の受講者様は基本的な考え方に基づいて回答を導いてください。
基本、つまり考え方に忠実。これが合格への第一歩なんですね。基本的な考え方を使えば免許の基準の問題、間違えることはなくなりますので、ぜひですね、この基本的な考え方を頭に入れて、確実に1点ゲットしましょう。では問い3です。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度、準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度、または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容積率の最高限度、または最低限度を定める地区です。ちなみに、高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。で、初めにもお伝えをした6月からの勉強法の2つ目の動画については、こちらの動画、参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスの小野でした。